これ見てください、これ。おお。はい、どうも、秋葉バカチャンネルです。はい、今日もやってきましたね。やってきました。今日まあここセットっぽくしてるんですけど、実は会社の事務所の横の倉庫があって、そこに作ってるんですけど、まあ倉庫ね、すごいことになってて、だいぶ汚いですね。まあまあ、あの今見えてへんから大丈夫。そうですね、今綺麗なとこだけ。そうですね、もうここだけ映してる。まあいろんな現場のこう引き上げてきた材料とか、なんかこう金物とか道具とかっていうのがちょっと散乱してる状態で、ね、でまあちょっとずつね整理はしてやってもらったけど、現場で余った材料とかこうどんどんこう溜まっていってこう偉いことになってるっていう状態なんで、そこをちょっとこう綺麗にかっこよく棚を作って整理をしようかなと思ってます。はい、それをまあ僕はね、自分でまあ大工、カリスマ大工なんで。やってもいいかなと思うんですけど、そこがちょっとね、なかなか忙しいもんでいうとこで、まあちょっとうちのね、優秀なスタッフにやってもらおうかなと思うので、まあ初出しをね、初出しっすね、初紹介ですね、はい、うちのスタッフのたまちゃんでーす。はい、どうもたまちゃんです。はい、ということで、はい、必要スタッフのたまちゃんと、まあ普段はね、現場監督、まあ現場の段取りしたり監督、ね、こういう感じで監督やってるんですけども、まあちょっと結構いろいろ自分なんか作ったりとかするのも好きで、よく家でこう、DIY でこうなんかやったりとかもやってるみたいで、そう。まあ勉強、練習がてらね、ちょっとプロが教えながらでこうやっていきましょうということで、じゃあちょっとその棚作りをまずやってもらおうと思うので、頑張ってもらいましょう。頑張ります。はい。じゃあ、はい、じゃあやっていってもらいます。はい。はい、じゃあ、ここの部分を棚作っていきたいと思います。見てもらったら分かるように、ボタボタになってるんですね。はい。これを、まあ、釘とかビスとかを整理しておけるようにやっていってもらいます。簡単に言ったら、壁作って、ここに棚を、作っていくというのを、そのスタッフのたまちゃんにやってもらって、はい、やります。たまちゃん実は大工経験ないから、はい、ちょっとこう教えながらで、まあ DIY ね、DIY でちょっと練習がてらやっていってもらおうかな。なんで？やっぱこうちょっとやるからにはちょっとおしゃれに、見た目もちょっとこう誰にこうしながらでやっていってもらおうかなと。で、まずまあ、ここからちょっと片付けて、どかしていって、下地してやっていくって感じで、順番にやっていってもらおうかなと思うので、じゃあ、楽しみます。はい、頑張ります。イェイ。見てください、すっきり。すっきりですね。さっきの、全部下ろしました。はい。あ、疲れた。疲れましたね。もうこれで、もう、一仕事終わった感じですね。そうですね。はい。とはいかないんですけど、じゃあ、ここに壁を作っていくということで。はいはい。どうしようかなと。で、まあ、今回使う材料。はい。これですね。壁に貼るやつね、これ。はい、OSB4。OSB4。もうちょっと、ね、見たら分かるんですけどね、こう木壁の、はいはい、をチップ状にバーッと崩して、はいはい、で機械にこうプレスブシュッとかあっ圧縮圧縮おしたまあ板ですよ。へえ、見てもらったら分かるようにこれでこのままね、はいはい、もうバーンとこう板を割れれば、はいはいはい、楽なんですけど、これじゃ貼れないんでね。なのでこれの裏に下地を、はい、今
まあ、下地っていうとこういう木を使って、裏にね、こう、こういう、まあ、ちょっと今、適当ですけど、こういう木で下地を作った上に板をポンと貼ると。ほう。じゃあ、まっすぐ、きれいに貼れるんで、まずは、ここら辺の、まあ、下地作りから、はい。始めていきたいと思います。はい、さあ、どうぞ、鉄骨の道でした。おぉ、ぴったり。あ、ぴったりっすね。そんな測ったからぴったりやね。で、これを、ちょっと下に、ここのコンクリートに、打ち付けたいわけですよ。はい。止めた今のやつ、まあ、当然動くんでね、これをカチッと固定したいわけですよ。はい。ここ今、出てるんでね、ちょっとこの、こっちのコンクリートにこう、ピタッとこうつけたいわけ。はいはい。なので、こう削りますね。はい。こうカチッと。ここはもう適当です。ここぐらいまで出てるんで、ちっちゃい。25。20ぐらいにしておきます。はい。これも正直です。切り終わった後ですね。切り終わった後。あと、はまるかな？どうでしょう。おっ！おー、ちょっと。まあ、こんな感じか。こんな感じですかね。さっきよりかは入ってますね。これで打ち付けていくと。はい。まあ、打ち付けるのに、まあ、ビス。ビス分かりますよね。ビスはまあ、多分みんな分かってると思います。みんな分かってるはず。まあ、ビスで止めたいわけですよね。多分止めるわけですよ。あと、インパクト。インパクト。皆さんご存知のインパクト。じゃあ、下はこれで完成で続けたんで、次はここにちょっとね、柱を。柱。ここにまま横を、よいしょ。そうですね。いやー、時間かかりましたね。時間かかりましたよ。いやー、やっぱり大変っすね。大変っすね。大工さんってすごいっすね。もうこういうのを作るのもうなんとかできましたけど、やっぱやっててやりながらミスったっていうことがいっぱいというかありますね。例えばこれね、はじめここ下打ち付けで、先にこれをこう立てたわけですよ。はいはい。で、立ててからこの横にこう並んでさしてるやつをこんなんですね。はい。でこうこれをやってる時に、ね、こう逆やったなと。この先にこれを横をマシから立てをやる方が楽やし、スムーズやし、もうちょっと早くできたんじゃないかなと思います。まあ何事も経験ですね。やって学んでいきます、徐々にこれから。そうですね、はい。でようやくまあこれができたんで、はい、意外とこうね、しっかりこう思ったよ。
ちょっと伝わりづらいかもしれない。まあ、ガチにしますね。ようやくこいつの出番。これですよ。これ。これを、アルバビジ。で、ビスをこう、ピチピチピチっと止めていけば、はい、完成です。とりあえずこれは。おう。じゃあ、やっていきますわ。これやっていきます。はい。はい。終わりましたね。終わりましたよ。やっと終わりました。これ見ればない。おお。初めてやったにしてはなかなかいいっすね。めっちゃ。なんかね。ちょっとこの好き。まあどうまあでもまあまあまあ。そうですね。じゃあプロに。はい。よしじゃあちょっと。行きましょう。できました。じゃあ見てもらっていいですか。あっち。おお、いいね。できたね。初めてやったんですこれやっちゃってるな。これな。どこですか？見たら、あーってなる。これ。上から。あれ？隙間ですか？そう。なるほど。やらかしたな。やっちゃったな、これ。おこれ、これ木がまっすぐじゃないってことですか？違う、この木とさ、この木種類が違う。あ、なるほど。で、土台が違うってことですか？この、なんか、つなぎ目。あ、つなぎ目。ジョイントってこうやって幅これやねんけど、幅広い方がこういう感じでいったらネジ止めやすいビスをこう幅広い方がで、今これ広いので言ってくれてるけど、さ、厚さが板のこの厚さがさ違うの。おーおーおー、こんだけ差があるで。はいはい。つなぎが厚さが違うから波打つ。はあ、なるほど。だから全部この木を全部同じ木でいってたらなってないと。まっすぐ。ああ、在庫使っちゃいましたね。在庫勝負してしまいましたね。新しいのも使うのもと思いながら、そうですね、もったいないですもんね。エコじゃん。まあ、この3本をこっちに変えたらマスそうです、分からんすけど、こうやってここのビスとかです、棚、収納の棚にするんだけど、そういう時にこうやってじゃあ棚つけようかなみたいになった時にこうピシャッとつかないっていう。はい。やり直しですか？これはやり直しでしょ。まあ3本買い替えますか。もう一回買います。はい、やります。
終わりましたね。終わりましたよ。2回目。2回目ですもんね。2回目、こんなんですけど、やり直してたんだよ。苦労したんだよ。まあ、やっと完成ですね。やっと完成。そう。ほんまに完成。した。感じです。あ、できました。できました。終わりました。一回ね、やらかしたときはあったんですけど。あ、でも全然まっすぐまっすぐ。あ、やっぱ違うっすか。うん、やっぱこう、こう、触ったときに結構違和感がある感覚で、あれみたいな。あ、そう、もう感覚なんですか、それは。あると思ってるんで、こう見たときに、うん、あ、もしかしてって。なかなか気づかないですもんね、素人は。素人わかんないですもんね。カリスマ大工。でもこれ経験やん。こういうのやって覚えていく。こう見てる人もこう、ね、失敗しないように。失敗したのを見て、あ、それはダメなんだっていうのをこう見てもらうチャンネルです。失敗した経験は忘れないんで、次やりません。いい失敗です。で、まあ、ここ棚作って、センスよくおしゃれに。とおしゃれとセンスですね、これは。ちょっと機能的にこういろいろ工期かけれたりとか収納ができるようなのをちょっとなんかできたらのを作っていってもらいます。それも鈴木たまちゃんでやつに入ってもらいます。次の動画も楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、この動画向けいいなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。はい。じゃあまた次の動画で楽しみにしておいてください。はい。じゃあね。どうも。